未来への手紙、この道の途中から。あの日からずっと髪を伸ばしている高校の先生がいます。離れ離れになった教え子たちがまた同じ学校に戻る日まで髪は切らない。その思いが遠くない未来にかなうことを先生は願っています。2通目の手紙は私の先生。入学して1ヶ月、学校にも少しずつ慣れてきたけど、どうしても担任の髪がきしょい、きしょすぎる。そのせいで挨拶する気にもなんないし、なんであんなにロン毛なん。そもそも長髪禁止じゃないのこの学校。なんでうちの担任ロン毛なん。きしょくね。ごめん。福島県知事の内堀正夫です。未来への手紙、この道の途中からをご覧いただきありがとうございます。福島県は原発事故の影響などにより避難生活を続けている県民の方々がたくさんおります。その一方で普段通りに暮らしている地域がほとんどです。このアニメーションを見て感じた福島の姿をご家族やご友人にも伝えていただき、そしてぜひ福島に来て福島の今を見ていただければ大変嬉しく思います。